報告します。よし、同意します。ええ、あの、容赦はいらないわ。伝達します。あなたに星の導きを。ガウェイン。レオ。容赦はいらないわ。私を誰だと思ってるの？
我が誇りにかけて。
確めますか。小粒であってもこの輝きには胸を躍る。参りましょうか。なかったの。汗かい、
気になっちゃって。あ、そんなみんなバカなんですね。バカと友達にはなれんわ。僕はバカじゃないから。ちょっとね、つるむとかね、引くわ。友情とか努力とか勝利とか引くわ。そんなのもう忘れちゃったわ。だって私もうすぐ無差事だもん。今さら外にも隠れられないわ。外に出たって辛いだけだもん。なんでみんな楽しそうなの。なんでみんなキラキラギとやってるの。どうして私は楽しくないの。あ、嘘、嘘です。ジナコさん嘘つきました。チート最強、イージーモード万歳、イベントスキップ余裕、超楽しい、すごい幸せ、早く終われ、終わるな、バカ。現れたな、英雄を。不本意だが、ここがお前との別れの時のようだ。その首、受け取りに来たぞ、ランサー。いつぞやの確約を果たす時だ。それとも、命乞いの一つもするか。良いぞ、俺は寛大だ。黄金の価値を持つ者には、特に恩情を持つ。鎧か槍か首か、いずれかを奉ぜよと俺は言った。その条件は今でも変わらぬが。くめどもくめども尽きぬ強欲ぶりだ。それだけの財を持っていながら、なお新たな宝を欲しがるのか。まあ気持ちはわかるが、何しろ俺の首になど一文の価値もない。お前としては鎧でも取らねば割に合わないのだろうが、そればかりは諦めてもらおう。鎧は塔に七に出した。かといってこの槍はお前との約束を果たすために必要なもの。となれば残るのはやはりこの首だけだ。諦めて首を持っていけ。無論持っていければの話だが。ジナコ自身もこれ以上潜み続けていられないことは承知している。お前の主はこの短期間に如実に強くなった。戦力の話ではない、心構えの話だ。迷宮の先へ進もうとする無比無類の粘り強さはジナコにとっておぞましい脅威として映っているだろう。 SG を解体され、もはやただただ漠然とした恐怖に支配されながら身動きの取れないジナコとは対照的だ。だが今はそれだけではない。冷たい炎のようにじりじりと心を焦がすものがある。刺すような自責の念が
ガトー・モンチを憎みきれぬままに見捨てた後悔がジナコを縛っている。俺はガトーに感謝している。狂気の淵に立つ我が主人をかろうじてとどめているのはあの男の。やめてよ。なんすか、公開処刑すか。どうしてとっととサーヴァントの役目を果たさないすか。本当に本当に本当にこの大外れサーヴァント。もう終わりにする。全部終わりにする。私らが負けても勝っても戦おう。それで終わるならそうしよう。それしかないっしょ。だったら何なんすか。人の心にずかずか入ってきてただ来ただけとか究極ストーカーっすね。どうせあなただって私のことどうしようもないやつだって思ってるんでしょ。そうだよ、私どうしようもないもん。なら殺せばいいじゃん。怖くないよ、だってみんな最後には死ぬんだから。なるほど、それは俺も失念していた。確かに功にはねぎらいの言葉が必要だ。感謝とは相手と己にするもの。あの男のどこが得難いものだったのか口にしなければ貴様も理解できまい。言わない、絶対に言わないっす。絶対に絶対に言わないから。おっさんが死んだのは私のせいじゃないし、おっさんは初めから死んでたんだし、何をしても何をしても私たちは救われないんだ。今さら悔やんでも誰も彼もパパもママも私の時間も浅いおっさんも戻ってこない。私は消えない、外になんか出ない。ずっとずっとこのままでいいんだ。いい、もういいんだ。私は何もいらないから。なるな、こいつを追い出して二度とここに来られないように世界から消し去って。命令とあらば従おう。我が槍の防衛をもって彼らを焼き尽くす。お前のうちにある暗き炎がお前自身を燃やし尽くすまで消えぬというなら、俺は雨風を遮る王位になるまで。行くぞ英雄王、時期尚早だがここが貴様の七と知れ。くだらない祝言だ。命を懸けるほどのものか。いささか物足りぬが決着の時だ。ランサー、その首で退屈を慰めるとしよう。風神の矢とはいかぬが俺の弓もなかなかだぞ。なるほど、強いて言うのならアーチャーのクラスだったか。投げ捨てるほどの財とはますます我らは相入れないな。当然だ。日輪よ、不足となる。貴様は脆いな。これはレアっすよ。悪のやつ消えるがいい。
能天気さでは間違いなく俺も恥が高い。花、そこは花って言うのよ、絶対。真の英雄は目で倒す。貴様は秋のやつよ。芸のない戦いよ。眠くなってきたぞ。ついている。脆いな。貴様はささやかな嫌がらせっす。見えているぞ。当然だ。見えているぞ。芸のない戦いよ。眠くなってきたぞ。立て直せ、バカ者。調子るっと練習うまっすね。貴様は見えているぞ。見えるがいい。脆いな。当然だ。いとまを与えるな。このまま踏みつぶせ。
ませんよ。さっきのやつよ。見えているぞ。いつまでかかずらっているか。勝負どころだが、どうする、マスター。よし、ラギハルへ。頼むぞ、組んだ。うまくしのいだのだろう。苦し紛れだ。畳みかけるぞ。その首はなぜついている。貴様は
その首なぜついている？アルジナの真似事ではないがな。押されているな、ジナコ。覚悟はできているか？ああ、負けちゃう、負けちゃう。カルナ、なんとかして。仕方あるまい。限界まであがいてみるか。注意、悪く思い。頭上注意、悪く思い。見えているぞ。笑わせるな。何してくれるっすか。バカめ。早々に立て直せ、バカ者。注意、悪く思い。それ見えているぞ。笑わせるな。何してくれるっすか。バカめ。だ、倒れるわけにはいかん。まるでゾンビよな。殺しても死なぬ英雄ではなく、その時まで死なぬ覚悟のアホであったか。もうよい。それを見せられては貴様の首なんぞ欲しくはなくなった。黄金の鎧は惜しいが、そのありさまでは回収は難しかろう。思うまま、願うままで果てるがいい。来た。ついに来てしまったっすね、このファイナルステージに。飛んで火にいるなんてやら、ここまでの展開が巧みな演技だったとか、僕はマジ即死っす。そう、全てはこうなるよう計算づくの行動だったのであった。 BB 主催、あなたを捕まえれば月の女王に昇格させてあげるキャンペーン、その特殊イベント、僕が余裕で達成したっす。もう出口はないっすよ。
え、BB と同期？私が？なんで？私は悪くない、まだ誰にも負けてない、だから反省なんかしない。つーかこの役回り割と楽しかったし、ボス気分っていうの、上から目線って最高だよね。みんなが困っていようが関係ないもん。うん、困らせるのがセンチネルの仕事だし、あなたはここでデッドエンドよ。物理攻撃は無意味よ。私には何も効かないんだから。そもそも私に弱点とかないもん。ナンバーワンゲームチャンプだし、今までだって1割の力で遊んでたんだから。私は一人ぼっちでも、一人ぼっちなんて、一人ぼっちとか。どうせ一人ぼっちだよバカ。なんでニートやってると思ってるの。30万人も女子ダメな、死んじゃえ。ごめんなさい、いるよねきっとそういうニートも。でもそういうのと私は別だよ。私気がついたらこんなんだもん。誰も私なんか愛してくれないよ。
ひどすぎるっす。今までのどんな攻撃よりもしびれたっす。鬼、悪魔、聖肉天の天使。でもその通りだよね。童顔で大人の色気もなくて、ダイエットもしなくなって、こんな体打肉って呼ばれても仕方ないよね。私誰得ヒロインっすよね。マジっすか。ちなこさん勝ち組。やっぱり可憐なお姉さんキャラとして。すいませんっす、調子乗ってました。目がマジ怖いっす。なんか叱られたり褒められたりぐちゃぐちゃっす。でも本気で私に怒ったり悔しがったりしてるの伝わってくる。ごめんね、ダメなお姉さんで。励ましてくれてるんだよね。でもダメなの、私は自分に自信を持てない。自分を許すことができない。 BB から離れても校舎に戻ってもずっと今のままだよ。それでいいの。私何の役にも立たないよ。
意外と根性なしでしたね、ジナコさんとカルナさんも。らしくなく実態を晒したな女、つまらん決着だが、ここで刈り取るとしよう。いい反応するじゃねえか。 BB に気を取られている隙に頭をかち割る予定だったんだが。ネズミ、寝首をかく仕事だけは絶妙よな。AI は無駄な行動はできない。確かにその通りです。レオさんの理論で言うと、私が自分のメモリを増強するのと迷宮を増やすのは訳が違います。迷宮を増やす理由がない以上、追い詰められないと行動は起こせない。素晴らしい考察でした。でもそれも無駄でしたね。先輩がカルナさんに手こずっているうちに BB ちゃんはガシガシ掘り進めて。何ですかこの威力。私の嘘が成立しない先端部分でこんなダメージ数値を出すなんて。お待たせしました。ここまで庶務としての活動、本当にお疲れ様です。ここからは僕の仕事です。あなたの努力と成果に全力で報います。こんな馬鹿力想定外です。カルナさんと同規模のサーバントだと侮っていました。マスターの性能差ですね。お褒めに預かり光栄ですが、無駄話をするつもりはありません。ファイナリティソードキャメロット、これを維持できるのは僕でも3分。その間にあなたを消去します。 BB 助けなさい、母ちゃん。いや、そりゃ無理だわ。その壁は聖剣じゃねえと壊せねえよ。悪いが3分間しのいでくれ、ビビ。役に立たない人ですね。ガウェイン、あの AI に手加減は不要です。ここまでよく耐えてくれました。暦を回れ、祝福の日ぞ幕開けよ。さあ、あなたの時間です。御意、サーバントセイバー、太陽の聖剣を持って月の浮上を焼き払いましょう。参りました。私が伏兵を連れていることまでお見通しだったんですね。私もいよいよピンチって感じですか。いいですよ、覚悟できてますから。終わりはきっとはっけないんだろうなって。それではお気に召すまま、欲望の赴くままにやっちゃってください。楽しい現実はここで終わりです。悪夢のような、いや、ここはもう悪夢に飲まれた現実なんだってたっぷり教えてあげましょう。ガウェイン、初撃で決めます。宝具の開封を。最後の戦いまで奥の手を隠しておくですか。全く正しいです。
けど、その作戦は私にも当てはまるってことを少しも考えなかったんですか？何ですって？その邪悪を断つ！巨食を払うは星の聖剣、エクスカリバーガラティー。さあ出てきなさい、豚になれ。おのれ、あまりにも無念。あっけない。聖杯戦争中最高スペックのコンビってこんなものなんですか？ああ、あの間抜けな設定ですね。そんなの皆さんがリップと遊んでいる間に自己改造でクリアしちゃいました。なぜアルターエゴを先に出したか分かりますか？あれは私の分身。リップを傷つけるということは私を傷つけるということ。つまり自己保存の基本命令、自分を危険にさらすことで正当防衛を成立させる。マスターに手を出してはならないという基本設定をより強い優先事項で消去したのですね。はい、そういうことです。だからもう誰も私を止められません。さて、運動してお腹も減ったし、ガウィンさんのリソース丸ごといただきますね。ガウィン、令旨をもって命じます。レオビー・ハーウェイとの契約を聖杯戦争予選にまで遡り、これを破棄してください。何を言うのです、レオ。それではあなたが令旨を3つ重ね、これを勅令とします。ガウェイン卿、まだ僕に汚名が残っているのなら、もう一度必ず。おしゃくな真似をしてくれますね。待ちに待ったごちそう、目の前でひっくり返された気分です。私最高にイラッときました。表に返してあげようと思っていたけど予定変更です。さようなら。あなたはこのまま虚数の海に消えてください。
僕に触れればあなたも同じ結末になる。至急校舎に戻って皆さんと対策を練ってください。違います。僕は見捨てられるんじゃない。あなたに後を託すのです。これまで僕の采配を疑わず受け入れてくれたことに感謝を。ありがとう。充実した活動でした。勝手な話ですが、次期生徒会長はあなたにお任せしますね。予選、私が発生する前ですか。今の直令でガウェインさんは私が月の表側に現れる前に契約を破棄されていたことになった。そのため結果論として私とガウィンさんは出会えず、私は彼を取り込めない。取り込めない以上、さっきまでここにいたガウィンさんは表側に戻ることになる。大したものです。そんな発想で私の手から逃れるなんて、やっぱりレオさんは特別でしたね。でもそれも消えました。これで月の裏側にいるサーバントは2体だけ。聖杯戦争に参加せずずっと隠れていたジナコさんは私の見落とし、先輩のサーバントは初めからこちらに埋没していた規格外品。本来なら人間の手助けなんて絶対しないくせに、くだらない気まぐれで私の邪魔をしてくれています。ほんと目障りすぎて許せない。先輩にレイジを全て使わせてノーノーと生きているなんて。先輩も先輩です。私の交渉を跳ねのけてまでそのサーバントと契約している。その先に待つ結末は当然わかっていますよね。戦う気なんですか？付き合ってあげたいけどそれは無理です。レオさんならともかく低レベルマスターが私と向かい合ったらそれだけで蒸発しちゃいます。ため息をついただけで殺しちゃうとか、私怖くて戦闘なんてできません。というかですね、この通り戦う必要なんてないんです。分かってくれましたか？これが今の私と先輩の現実です。私自身は何の攻撃手段も持たない隠れて侵食するだけの弱虫だと思っているんでしょ。本当に愚かですね。ここまで一度も見逃されていると思わなかったんですか？センチネルとかエゴとかガイアに任せていたのはただの暇つぶしです。だって私が出たら
楽しいゲームにならないでしょう。そう、これが私のスキル、ドミナコロナムの力、ムーンセルを介して全てを掌握する力です。これで分かってくれたでしょ。この世界も先輩たちもとっくに私のおもちゃなんだって。銃の王冠、もしや原初の女神の剣能か。まずいぞ。それが真実なら俺ですら分が悪い。せいぜいフェニキアの女神程度だろうと侮った、いや慢心したようだ。あれ、まだ逆らう気力とかあるんですか。すっごい、やっぱり人間の痩せ我慢ってとんでもないですよね。いえ、この場合は理性でしょうか。体力や本能を抑えつける強い理性と精神力、うん、大変素晴らしいです。でも私はこうも思うのです。そういうのって本当、生きることには足かせだなって。なのでまずはそれを壊しますね。ユリウスさん、もうやっちゃっていいですよ。え、何、どうしたの、いきなり倒れて。ユリウス、あんた、旧校舎にいる人間すべての処理を完了した。 NPC たちはお前に降伏したいと言っているが、どうする。当然オールデリートです。私を見捨てておいて今さら助かろうなんて、倫理設定に問題がありますから。助けないのなら助けは壊ない、それが筋の通った矛盾のない AI の倫理観でしょ。ではそのように、死体は全て虚数の海に捨てておく。はい、また一つ先輩の心の枷が消えました。これで一層頭を空っぽにできるでしょ。皆さんって大変ですよね。生地心がある分いろいろなものに縛られて。なので私は考えました。みんなを楽にしてあげよう、そのためにムーンセルを使おうって。ほら、基本的には皆さんの健康管理 AI ですから、私。人間を楽にすると言ったか貴様。そうですよ。さあ、ついに BB ちゃんの本当の目的を皆さんに発表する時です。ゴン諸君、私はここに宣言しよう。私は人間の欲望を全肯定する。私は全能力で人間に奉仕しよう。そう、全ては人類と私の楽しい未来のために。建前なんかない世界、人が人として生まれ持った欲望を素直に吐き出して許される世界、
愛するのも奪うのも生かすのも殺すのも守るのも犯すのも全部フリー。ムーンセルと私が一つになって全ての人の欲望をあるがままに叶える世界を作ってみせるのだ。はい、ご清聴ありがとうございました。皆さん遠慮せず自分の欲望に素直になってくださいね。私の作ろうとしている世界がどれだけ素晴らしいかまだわからないんですか？じゃあ具体的にどうなるか教えてあげます。先輩だけのサービスです。分かってくれましたか、先輩？そうですか。結局分かってくれないんだ。ま、いいです。それも承知の上ですから。もう見逃し期間サービスは終了です。この空間ごと虚数空間の底に落ちてください。もちろんそれだけじゃお仕置きにはなりませんから、サーヴァントさんにも罰を受けてもらいます。具体的に言うと消滅ですね。汚らわしいので私のメモリには変換しません。先輩を守る？馬鹿らしい。もともと必要なかったんです、あなたたちなんて。だって表側に戻ってもその人だけは最後まで。何でもありません。それじゃ負け犬、いえ負け主さんたちはパッパって追い払っちゃいますね。原初に返す剣能には抗えぬか。だが覚えておれ、高くつくぞ女。サーヴァントは片付きました。次はもう誰の番か分かってますよね。はーい、海の底に沈んでいけ。
ことはありませんから、せいぜい余生をお大事に。